株式会社 AI が提供するデモ音声です。写真拡大。日本シリーズ第5戦ヤクルト 5-6 オリックス、25日、東京ドーム。オリックス山岡が8回途中からマウンドに上がり、勝ち投手となった。株式会社 AI によるデモ音声です。8回ヒギンスが山田に同点スリーランを浴び、一死無走者から登板。株式会社 AI によるデモ音声です。サンタナを2次化、中村に死球を与えたが、オスナはサヒに仕留めた。これはデモ音声です。山岡は6月22日以来の一軍登板。株式会社 AI が提供するデモ音声です。故障明けで、実戦は今月16日の紅白戦で登板しただけだったが、大舞台で復帰した。株式会社 AI が提供するデモ音声です。開幕時は山本との2枚看板でチームを牽引していた右腕。これはデモ音声です。相手の勢いを食い止める投球に、球場の雰囲気を変えたいなと思っていた。これはデモ音声です。なんとかゼロで次につなげられるようにと思っていた。株式会社 AI が提供するデモ音声です。そうなってよかった。株式会社 AI によるデモ音声です。こうやって怪我で離脱してたのに投げさせてもらって感謝していますと振り返った。